みんなついに来たぞ。このザン第4弾か、メッシの第4弾、仁義なし兄弟喧嘩編、仁義なし、仁義なし兄弟喧嘩編。いや、今回のさ、メンツ熱いよな。しかし俺ね、予定ではさ1弾2弾3弾コンプしてからの第4弾だったんだけれども、すまねえ、まだね1弾も2弾も3弾もコンプしてないんだよね。いやでもさ、とりあえず今日はさ4弾開けていい？発売したばっかりだからさ、やっぱり開けてみたいよね、どんな感じか。いや俺の大好きなメッシーが本当コンプしたいわ。せめて1弾2弾3弾どれかコンプしたいよね。ちょっと本気出そう、マジで本気出してコンプにかかるわ。いやー楽しみだ。裏はね、あ、まあ見るとこんな感じね、いつもと同じようにね、なんか説明が書いてるメッシーとはみたいなね。いやでももう知ってるからさ、もう書かなくていいよ的なね。4段まで来たらね、もうマニアですから。4段まで書い続けてるってことはもうマニアだから、メッシーマニアだからさ、もう書かなくて、あ、そっか、4段から買うさ、あの、そっか、新参者に書いてるのか、新参者のために書いてるんだね。そうだそうだ、あ、ルーキーのために書いてんだわ。まあ俺らはさマニアだからさ、書かなくて OK だよね。よし行くぜ、マニアのみんな行くぜ。メッシーザン買ってきてらっしゃい。待って、これなんだ、仁義なし兄弟喧嘩編、なんかストーリーがあるね。今まで兄弟が全員集合したことがないことに気がついたふなっし、まだ見ぬ兄弟を探しに船五郎と旅に行ってた。とこ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 、ほう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 。で旅の途中、船五郎が突然ぐ、え、いきなり何この展開、オラオラナメナピー、オラ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 、まあ、ジョータロじゃねえか、お前ジョータロかしたの。気がつけば船氏派と船五郎派に分かれた。ああ、そういうこと、船氏派バーサス船五郎派の兄弟喧嘩。はあ、一体船五郎はなぜ突然グレたのか、真実はシークレットメッシュ。よし、今回出そうぜ、もう今日で出すシークレット、俺の神の手による、見てくれ、メッシーの、フラッシュのシークレットを出せ、この生き様、男のザン、気持ち悪い、生き様を見てくれと言おうと思って、キモ、ニョロロンシーだって、田んぼの水を、これ寄生虫じゃねえこれ、田んぼの水をきれいにしてくれる謎の生物、あ、きれいにしてくれるんだ、ニョロロンとしているのでこの名がついた、可愛らしい外見からペットとして、あ、でもちょっとね、水槽で飼いたいね。待って、田んぼの水をさきれいにしてくれるっつうことは、水槽に入れとけばさ水をきれいに、いいねこれ、あの値段見るさ、その前に、あ、船五郎来た、やったぜ、この旅の途中でグレるんでしょ、225万円、ほうほうほう、まあこんな感じね、裏は。やった、ニョロロン可愛いじゃん、ヒッチハイカーだって、旅人船五郎、都会観光に続いて兄ちゃんと旅ができると大喜び、大荷物の中身は布団と替えの尻尾が1本か、あ、そうか、尻尾変えれるんだもん、尻尾取って確か羽をつけたら飛べるんだもんね、はあ、はあはあ、思い出したわ、ヒッチハイクするときによく目立つ、じゃあ次、さ、カーフーなし、これマッスル要因じゃない、あ、マッスルではねえな、俺ね一番気に入ってんのがこのムキムキだし、このマッスル見てくれ、ボディマッスル、筋肉すげえよな、1111万円、259%、 68kg、 カンフーなし、やったぜ、ラーメンマンみてえだ、おお、これ弁髪かな、弁髪っぽいよね、弁髪、まあ髪じゃないからなんだこれ、弁ヘタ、弁ヘタみたいなラーメン持ってるヌンチャクと、いいね、カンフーなし強そう、東証カンフーなし、119番目の兄弟だって、フナシー派の厨房担当、カンフーの腕を磨きつつラーメン屋でバイトをしている、座右の銘は考えるな、かじれ、考えるな、かじれ、 Don't think just bite、 Don't think just bite、 いいね、かっこいいじゃん、で好物はナポリ、え、中華じゃないの、ナポリタン、え、そこお前中華料理じゃないとね、ラーメン持ってるしね、まあラーメン屋でバイトしてたからラーメン好きとか、お前店長見たら怒るぞお前この野郎、で値段がね66億だったわ、600億円、ちょっと待って、高えなこいつ、すーげえ、めちゃめちゃ高えじゃん、やったぜ、カンフーなしゲットコリンです、やべえなこのやつか、見てくれ、マッスルとカンフーマスター、あざっす、わあ、これはマルシー、マルシーよー、でもね俺は行くぜ、どんどん行くぜ、なんつっても今日はシークレット出さないと出せえから、儀式儀式、さらに儀式、チョキリ、いきます、いやー、やべえ、ほんと楽しいな、メッシースポリンコロリー、まあこれはあ、そうだ、ちょっとね、これ見る、チラッと、そうだ、見てなかったね、
はあ、はあ、まあこんな感じ。やべえ、マンボウ欲しい。なにこれ、マンボウ、なんかマンボウってすげえ欲しくない、マンボウ。へえ、なかなかフルアーマッシュ、うわー楽しい。あ、待って、31番やべえぞ、フレームドラゴン、これだ、これちょっと1番欲しい、これ1番欲しいね、さっと。うわー気持ち悪い、カツオブッシュ、なんじゃこりゃ。普段はすごくおとなしい性格だが、カツオ節を削った時だけまるで人が変わったように超ハイテンションで踊りまくるようになる、踊りまくるようになる、踊りまくるようになるって、なんかウケるな。すげえ、他人じゃ、兄弟じゃないんだね。こいつどっちについてんだろう。まあ兄弟じゃないから見てんのかな、あの頑張れーみたいな、カツオ節削りながら頑張れーみたいなね。盆栽なし、はは、756、やべ、ちょ見えちゃったね、これシークレットじゃないよね、シークレット、だからノーマルなね、プレートでさ、あの温めるやつでしょ、やべえな、ちょっとあの本当すいません、あのすいませんでした、ちょっと調子乗ったね、イメチェンもシークレット出すとか言って出なかった、マジ。あ、でも分かんないよね、これシークレットかもしんないから、ちょっとまだ俺諦めないよ、俺諦めないで、ね、イメチェンをしようと盆栽を生やしてみた、結構気に入ってるが思いのほか手入れが大変なので元に、え、これ誰、これフラッシー、あ、フラッシーだ、フラッシーの必殺技じゃんこれ、そういうことね、フナッシーが頭に盆栽生やしたんだ、フナッシーの必殺技レベル13、盆栽ナッシーなんだ。へえ、さて最後頼むシークレット、あー違うか、フラニ忍者、ちょっと待ってくれって、え、ちょっと待って、何このかっこいいデザイン見て、おー、やべえ、めっちゃかっけえ、あ、待って、盆栽ナッシュの値段だけ見ようが、すげえ、やべえデザイン、ちょっとシークレットやっぱね外した、ほんとごめん、マジで俺もう調子乗らないから、ほんとごめんね。いやー、やっぱねこういう時もあるさ、出たらラッキー、まあマグリだから、こんなもんは、こんなもんは、うん、もう運だからさ、当たったらマグリだからさ、まあしょうがねえよ、もうまあね、これ開き直るしかねえよな。いやでもさ、札に来たからいいね、かっこいいじゃんこれ、うわすげえ、何これ、フラッシュ、フラッシュがだ、もうフラッシュが勝つでしょこれ、もうフラッシュがのスパイ、忍者に憧れ人間向け忍者道場でこっそり修行中、へえ、大きなピラー型の武器はカッパ橋で横断した特注品、へえ、そうなの、これ特注品なの、すげえな、このピーラー、何の皮むくんだろうこれ、ね、やばい、めちゃかっこいい、これ絶対もう超いくんじゃない、値段超、あの、あ、いかね、でも高いね、971億だもんね、一生買えねえわ俺、48キロ、やべえ、今回も暑かったな、なんつってもさ、このカンフーなし、そしてザン忍者ドゥルってめっちゃかっけえ、なんじゃこの忍者、ありがとうございます、やばくねえこいつ、おお、戦闘員来たね、まあスパイだけどさ、忍者だから戦ったら強いぞ、あとはねこのニョロロ気持ち悪いけど、うん、サナダってるけどね、ちょっと気持ち悪いんだけれども可愛いよね、ニョロロン氏、他人、まさかの他人ですか、兄弟じゃないんだ、兄弟だったらね、まあそうか、他人だから喧嘩には参戦しないのかな、いやーこれも嬉しいな、田んぼに出るんだって、今度探してみようかな、田んぼ行ってね、やっぱさ夏の田んぼってすげえテンション上がんない、いろんなさ生き物いるからさ、めっちゃ楽しいよね、まあたまにはほんとこんなんいるよ、うん、なんかすげえニョロニョロしてる気持ち悪いやつ、あの泥のとこね、落ち葉とか溜まってるとこバシャーンってめくったらね、ニョリ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 ってなんか上に上がってくる、あれ何なんだろうな、ミズミミズみたいなやつ、あれもね結構好きだよ、見るのうわーってなるけど、やっぱすくっちゃうもんね、手でさって、何これみたいなね、いやー田んぼ楽しみだな、じゃあまた次回、次回のさシークレット、もうとりあえずねこれシークレット出すわ、絶対にちょっと気になるからね、グレた理由気になるから、ちょっとシークレットゲットしようぜ、いやーこの絵がいいな、かわいいな、ふん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 、このシークレットね、このシークレット、45万のシークレットで、ね、お会いしましょうぞ、いやチンタロっつうのもいいな、チンタロギナレ、フナニ、おー、ムッツヨッチャ、ムッツリ、ムッツリか、ムッツリヨッチャ、フワッシー、ベアーボーイ、フナシチ、グレフナゴロ、これ欲しいよね、やべえ、第4弾も燃えるわ、でもその前にね、どれかコンプしなきゃ。